ハローアースノイド。ラクスが料理してる、和食かな?に対する、ネットの反応をお送りするよ。エビフライ、エビフライ、エビフライ、コロッケ、コロッケ、大量の肉、爆弾ハロー握り。あ、油っぽいと思ったけどまだ19歳だしな、キラもラクスも。キラ隊長はストレスでおいたわしくなってるだけで、年齢考えるとまあながち間違いと言い切れないのがね。長い付き合いのムーさん、山優さんも呼んで食事会にしましょう。ってなるけど、いやー最近油物がきつくなってきてね。俺もまだまだいけると思ってたんだが、若いお前らで食ってくれよで遠慮するシーンが目に浮かぶ。食卓に卵焼きもなかった?ちゃんとサラダとかもあったろ。ロールキャベツもあったと思うぞ。大和家直伝のレパートリーなんだろうかこれ。幼少期に大和家にお世話になってたアスランの好物はカリダさんのロールキャベツだし多分そうだろうね。毎日大変な軍人相手だから。ラクス様、もしかして男が好きな料理を真に聞いたんじゃないですか?え?男が喜ぶ料理ですか?そりゃハンバーグとかコロッケとか肉ですよ総裁。大量の油物が並んだのは真に男が喜ぶ料理で何が浮かぶか聞いたから説、一理どころか百理くらいありそう。身近で気軽にメニューの相談できる男が真くらいしかいない。そして真は間違いなく栄養バランスそっちのけで肉と揚げ物を選ぶ。一緒に置いてあったサラダはラクスの優しさ。ラクス真ちゃん、疲れてる時のご飯で汁物だと何が嬉しいものですの?やっぱりお味噌汁?真うーん。それだと物足りないっすね。俺はラーメンだと嬉しいです。ラクスまあ、じゃあ味噌ラーメンがよろしいかしら。新ラクスさんの作るのなら豚骨ラーメンでもきっと喜びますよキラさんなら。ラクスあらあら、じゃあ味噌ラーメンと豚骨ラーメン2種類用意しましょう。新いいと思います。ラーメンを汁物カウントするのは運動部やってる高校生の感性なんだよ。キララクス、僕はね、卵焼きとほうれん草のおひたしと味噌汁くらいでいいなって思うんだ。作るのも大変だろうし、だから、ラクスキラ、召し上がれ。唐揚げ、エビフライ、アジフライ、ビーフシチュー、キラオン。キラから珍しく何食べたいってちゃんと言われたら喜んでそれ作ると思う。ただ張り切って作りすぎちゃって照れながら残ったのはラップかけてしまう。映画の料理は精神状態のキラには絶対重たいと思うんだよな。真なら喜んで食べるよきっと。でも映画前キラって本気で美味しいよって全部食べてくれておかわりもして、お腹壊しても体の調子が悪いのかな?って原因がラクスの料理の食べ過ぎって無意識に考えないようにしてそう。キラが種から種し間で身長伸びてたのに体重がっつり落ちてたのってそういう?身長が伸びているのに7キロも体重が減った旦那を見ていたらいっぱい食べさせたくなるじゃろ?孤児たちと暮らしてたのもあって成人手前の夫婦の適量がわからない説、あると思います。まあでも成人手前の軍人さんとか普通に考えたらよう食えるはずなので。それでも徹夜明けで帰宅したら山盛りの揚げ物はヘビーすぎない?そもそも残業しないはずだったんだよ。あの夜食のハローおにぎりかけるさんだけどよく考えるとコンビニの爆弾おにぎりサイズあって、夜食のレベル超えてて笑ってる。一緒に食べるつもりだったのかな?順調にも血糖値スパイクの危険性が?ピクニックの弁当も量が多すぎる。ピクニックでも重箱4段くらいあったから笑いそうになった。一時期はスープをかき混ぜるだけだった気が知ってたら張り切る気持ちはよくわかる。キラの体調とかわかってくれたらちゃんとすっぽん鍋とうなぎのかば焼きと生ガキと、牛乳とトンテキとトロロと麦ご飯用意してマムシドリンクも飲ませてくれるよ。二人分にしては量多くねって思ったけど、料理が好きでつい作りすぎてしまうって特典小説で言及されてたな。ラクスは家事万能ってのは無印の時からの設定と聞く。信じるんだ、スーパーコーディネーターの胃袋。小説の説明だと余ったのはコンパス職員に差し入れてるとのことなので無理して詰め込んでないんすよ。キラって普通に食細いよね。運動部の息子いる母ちゃんかよって言われてて笑った。料理にラップしてあるシーンで夕方アニメのシート見てる気分になった。電話取ってから一気に落ち込んでるしな。ウキウキで電話取った後のラップで吐きそうになったわ。SF らしくハイテク保存技術とか書かずストレートにラップかけてるのがいいんだ。
しかも盛り付けセッティングしてから二人分食卓に並べた状態で先に食べてないんだよね。何時になってもいいからキラと一緒に食べたかったんだろうな。寝落ちした時もソファーでだぞ。帰ってきたらすぐ迎えられるようリビングでずっと待ってたんだ。コーヒーか紅茶のカップあったけど寝落ちしないように頑張ってたのか。キラが毛布かけて髪ちょっと触るとこ好き。ワインとかも並んでて本当に楽しみにしてたんだな。ってのが伝わってきて相変わらず演出うまいなと思いました。もろさは脚本絶好調って感じのシーン。しかも揚げ物って冷めて油が酸化するとどんどん味落ちてくからキラの帰宅時間に合わせて、すぐ食べれるように作ってたと思うんだ。他のメニューも出来たてが美味しいやつばっかりだし。冷めても美味しい揚げ物の作り方はあるけどラクスのはそうじゃなくて揚げたてが美味しいやつだろうしな。あのシーンはラクスのけなげさ全開でとても可愛かった。ラクスけなげすぎるだろ。キラが残業しようとしたら何やってんですかあんたは。って無理やりにでも定時退社させるんだぞ後輩。映画終了後のキラならむしろウキウキで早く帰ろうとするだろうけどな。よく考えてみると西洋人的名前の宇宙で生まれ育った人なんでは食要素ないはずだよな。改めて振り返るとなんでこの人戦場出るときいつもはそうなんだ。ディアッカの趣味が日本舞踊だし普通に和風文化にハマってた説。オーブに強く風習として残ってるし、プラントにもディアッカの趣味やラクスの衣装ではの斬新を感じるし、妙なところで影響を感じる日本要素。ラクスはシードとデスティニーの間でカリダさんと一緒に暮らしてて料理を教わってる。ジンバオリはもともと来てたから外人の日本好きみたいなもんかな。ちなみにカガリはペロリと食べます。シンとカガリがめちゃめちゃ食べるから適量の感覚おかしくなってる説好き。ちなみにカガリももんじゃ焼きとかなら作れる模様。カガリの天ぷらとかいまいち美味しくなさそう。あいつ料理できないくせに舌だけは超えてるからな。ゲームかなんかの設定だけど、味のセンスはいいけど盛り付けに何ありって評価だった気がする。ラクス様、ヨーグルトソースが足りないようだが、出番も足りなかったですね隊長。アスラン、真面目な顔をしてかがりのことを考えている。ラクス、真面目な顔をして揚げ物のことを考えている。やっぱりこいつら本質的に似てるな。遺伝子的には最適だからな、遺伝子だけなら。好きになる先が双子だしな。婚約者同士というよりは似た者同士だと思うわ。大量に作ってるのはラクスなりの嫌いの嫌がらせらしいね。監督がキラの好きなもの作ってるって言ってたしキラは揚げ物好きなんだろう。量はともかく、それに3人分らしい。好物とはいえ痩せてるキラが食いきれないの分かっててしたたかだなって。まあ可愛らしい嫌がらせだろう。食べきれなかったらコンパス人員の差し入れにして喜ばれてるし無駄がない。なんだかんだ新に餌付けするのが楽しくなってそうなラクスは想像できる。ベタで古いと言われたらまあわからなくもないんだけど、好きな人のために料理たくさん張り切って作ってるラクスって、総帥の顔してなくて女の子として可愛いなぁと思ったよ。キラとラクスって元から人気のカップリングだったけどこの映画見てキララクトウと言ってなったガンオタは多いと思う。